時が来た。全世界を舞台にした空前のスケール、およそ50年に及ぶ壮大なストーリー、緻密に練り込まれたプロット、映像化は永遠に不可能とされていた伝説のコミック20世紀少年が実写となって今スクリーンに降臨する。浦沢直樹です。漫画家なんですけども、いよいよ明日から私の漫画で描いた20世紀少年というのが堤幸彦監督によってですね、史上空前の規模で映画化ということで、規模が大きく見えますけど、きっとこの映画はこっそり君だけに教えてあげるっていう作品になってます。僕もう見ちゃいましたから、すごいんですよ。原作者が言ってるくらいですからね、よほどすごいんです。よほどすごいんで、これは本当見ないと損ですよ。こんな感じでスタジオでは堤幸彦監督がなんか今や遅しとスタンバってるんですか。じゃあいよいよ行きましょう。こんばんは、堤幸彦でございます。ヤクミツルではないですよ。モンチッチも違います。担ぎ出されちゃったんですよね。私監督業をやってます、堤と言いますけれども、よくはね、名前間違えられてですね、土編が正しいんですけどね、手編になっちゃうんですね、提供の手で。今私の目の前で作家の金沢さんがお目付け役としてお願いしますね。プロじゃないんで喋れないですよ、監督なんだから。俺大丈夫ですよ。で、テイさんっていうふうによく書かれるんですけど、正しくは土編の堤でございますんで。大根大丈夫でしょ。大丈夫ですね。これね、日本放送のオールナイトニッポンでしょこれ。確かオールナイトニッポンなんてもう僕なんかにしてみればですね、神番組ですよ。ゴッドですよ。出て俺が喋ってるなんてもうダメなんじゃないの。大丈夫、枠としていいですか。映画20世紀少年の私、広報担当監督としてですね、今日は来ておりますけども、ちょっと全国的にですね、雨雷だいぶ相当ひどくてですね、大丈夫でしょうか。非常に気をつけてください。ご近所さんね、声かけ合って気をつけていただきたいと思うんですけども、とはいえですよ、一番早いところでですね、あと7時間ぐらいで映画が上映が始まるんです。これ私らどもがですね、1月3日から延々と撮り続けてきた20世紀少年、浦沢直樹先生の大ヒット漫画を原作にしましてですね、映画にさせていただきましたけども、これが一番早いところで7時間後ぐらいに始まるんですけど、まあ大体は9時だか10時だか公開。これはどうなんす、もうバクバクですよ。金沢さん、いやそうですか。はい、バクバクもんです。監督自身今の心境はって喋れって書いてあるから一応喋ってるんですけど。ありがとうございます。本音で言うとちょっと寝たいですね僕はね。明日舞台挨拶がありましてですね、どこでやるかというと、はい、マリオン日劇2というところでやるんですね。そこで主役の金沢俊明さんとか、はい、豊川 S さん、時は高子さん、香川照之、私ちょっと滑舌悪いんでね、聞き取りづらいかもしれませんけども、サシスセスとかね、中年になると言えなくなってきたんですね。ハヒフヘホも難しいですね。なんかちょっとよれってしちゃった。石塚秀彦さん、宇梶隆さんね、佐々木蔵之介さん、堤幸彦、あ、俺だ。など、集まりましてですね、初日舞台挨拶が、あるわけですけども、なんと20世紀少年はですね、海外配給がすごいんですよ。38の国と地域61社からオファーが殺到し、まんま読んでますけど、20の国と地域言いますよ。韓国、香港ね、韓国はまあ首都はソウルですね。マカオです。台湾は台北ですね。タイ、バンコクですね、首都は。シンガポールは都市国家ですからね。マレーシアはクアラルンプールですかね。インドネシア、これジャカルタです、首都は。ブルネイ、これ大変です。バンダルスリブガワン。首都の名前はどうでもいいけど一応言ってます。イギリス、ロンドン、アイルランドはダブリンですね。フランスはパリ、スイスはベルン、ベルギーはブリュッセル、オランダはアムステルダムですか。
ルクセンブルグは同じ名前ですね、ルクセンブルグ。モナコ公国、まあ、都市国家ですかね。アンドラ公国、行ってみたいですね。アンドラ公国の首都はアンドララベリアっていう。これ中年の滑舌悪いビタミン E が必要とする私には言いづらい。アンドララベリア。で、オーストラリアキャンベラ。ニュージーランドはウェリントンと。まあそういった38の国と地域で二十世紀少年が公開になるということですね。はい、なんでこんなこと私言ってるかというとですね、このスタジオの外にですね、映画の配給会社及び制作をされたテレビ局、それから、筆頭制作会社のプロデューサーがずらっと並んでいて、私にめちゃくちゃガン飛ばしてんですよ。こんな多いことないですよ。怖いんです。これね、ほっとくと別の映画の宣伝されんじゃねえかっていう危惧もあってですね。20世紀少年のオールナイトニッポンですね。あくまで。はい。今夜はですね、20世紀少年のためのスペシャルの2時間で、この放送を聞けばですね、今始まっている20世紀少年という現象、現象ですよ。これあなたが書いたんですね、多分この原稿。今始まっている20世紀少年という現象が何なのかわかると、はい、そしてですね、ものすごく漫画が読みたくなり、なおかつ映画が見たくなるということで、朝まで頑張って走っていきますので、最後まで聞いてください。それでは行きましょう。言うんだそれでは行きましょう。20世紀少年のオールナイトニッポン。はいはい、この曲は感動ですね。これは感動です。はい、私ですね、あんまりテレビとかラジオとかほとんど見ない、見たり聞いたりしないんですけども、やはりオールナイトニッポンっていうのはね、抜き差しならぬ記憶の核にあるというか、その昔はね、とんねるずさんとか楽しませさせていただきましたけどね、子供の頃っていうか中学高校の頃はやっぱりリクエストマニアですよね。私名古屋というところなんですけど、ちょうど FM 局が開局したりとか、あるいは老舗の CBC でありますとか、そういうところに一生懸命リクエストハガキを書いてですね、読んでもらっていると、読まれると嬉しいみたいな、全然関係ないですけど、プロデューサーの飯沼さんがさっきてるてる坊主をスタジオに差し入れしたんですね。それはティッシュにマジックでサインペンで有名な渋谷の駅頭とかにもあります友達の目玉マークを書いてですね、60億円の予算ですよ。これティッシュに輪ゴムじゃん。どうなんだろうと思いつつも、まあ雨が止んでほしいっていう切実な願いを受け取りたいと思うわけですけども、はい、それでですね、大丈夫です。今ディレクターの指示がバンバン来てですね、あんまテレンコテレンコ喋ってんじゃねえよ、そういう気持ちはよくわかるんですけどね、一応私も流れ注文がありまして、今日は皆さん録音だと思ってるかもしれないですけど、なんと生放送です。徹底的な生放送です。今雨が来てましてですね、日本放送の横にあります某ホテル、電気が今ちょっと全部消えてますけども、完全な生放送でお送りしております。で全然関係ないですけど、私脇の下にイボがありましてですね、それちっちゃなイボなんですけど、それを取りたくて、この何日間かですね、イボコロリっていうのを、あんまり商品名言っちゃいけないの、お前いっか、イボコロリっていうのを塗ってんです。でコロリといけるのかなと思ったら、これもう1週間ぐらい塗り続けるんですけど取れないんですよ。ここにちょっとこうね、これです、これ。あ、本当だ。え、でしょ、すごい痛いのよ今。で右脇の下がめちゃくちゃ痛い中、生放送でお送りしたいと思うんですけど、